皆さんこんばんは。今日、超です。シンです。今日は神奈川国際ファンクラブ第2回交流会しております。初めてなんですけど、すごくドキドキしています。私は去年いましたが、はいはい、どうでした？去年は知事はギリギリまで来まして皆さん盛り上がったんですけど、今日はどうなるかな、結構楽しみにしていきたいと思います。そうですね、楽しみにしてます、はい、ですね、ぜひとも今から見習いたいと思います。第2回交流会2015を開会します。今開会の挨拶をしてですね、なえさんがしております。本日は司会進行をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ頑張ってほしいですね。私も緊張しちゃう。司会進行と申します。よろしくお願いします。ジガンさん、そうですね、ジガンさんですね。ちょっと前にね、はい、じゃあ皆さんと共有もだいぶ進んだようなので、今日はどうぞよろしくお願いします。前の方に集まってくるみたいですね。インターネットを使って集計し、写真撮影もさせていただきます。映像や写真を後で神奈川国際ファンクラブのホームページなどで使わせていただく場合もあります。ご協力とご理解お願いします。まず主催の神奈川県より吉川副知事のご挨拶です。吉川副知事の挨拶、ご挨拶ですね。お願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。ハロー。ニハオ。ワンシャーハオ。ワンシャーハオ。ああ、出た。シンチャオ。シンチャオ。ベトナムの。ベトナムですね。シンチャオ。ナマステ。ナマステ。すいません。ただこれ見ないと。で本当に今日、ね、このように大勢の方に集まっていただき、本当にありがとうございます。そして、この神奈川ファンクラブのこの交流会、まあ、ご案内だと思いますが、2012年から実はスタートさせていただいて、こう数えていくと足掛け4年ということですけども、でこれ最初はやっぱり神奈川にいる留学生の方、その方たちが神奈川のファンになってもらうだけではなくて、母国に帰って、祖国に帰って、やっぱり神奈川良かったな、神奈川と引き続きそういったものではそのつながりというか、そういうものを持ってもらいたい、そういう強い思いで実はこのファンクラブというのを作らせていただきました。まあ、そうした意味ではまさにこの交流会がすごい大事な事業だというふうに思っています。これ国際交流財団にお願いしてますけども、今高橋理事長さんいろいろとこの交流財団の事業工夫していただいて、私どもと一緒になってやっていただいてますけども、いずれにしても、ね、こういった交流会からネットワークがどん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 広がっていくっていうのは我々の希望ですので、どうぞお仲間を増やしていただきたいな。おかげさまでこの外国人の会員の方は4000人というふうに聞いてます。そしてサポート会員は800人、そしてなんと国の数でいうと88カ国という、これ神奈川は確か160カ国ぐらいの方が住んでるんで、半分以上この神奈川ファンクラブに来ていただいて、ね、本当に素晴らしいのだなと思います。特にこうした仲間の中で、実は神奈川 TV ということで、まあ、今日もそうなんでしょうけども、ね、神奈川のいろんなこう、自然をそれぞれの国に発信する意味で、そうした言ってみれば映画じゃないですけどシーンを撮ってもらったり、それからやっぱり今日もそういうふうな活動といいますか、これをあれですよね、それぞれ国に配信していただいていると思いますけど、ぜひね、こうしたことを楽しみに今日一晩ですけど、ね、皆さん、過ごしていただければというふうに思います。今神奈川県、なんといっても2015
2019年にワールドカップ、ラグビーのワールドカップ、これが開催されます。でそれはあの神奈川県の実は、横浜の今日産スタジアム、そこがあの言ってみれば決勝戦やります。ですから海外の方がたくさんおいでになる。加えて2020年にオリンピック・パラリンピック、当然おそらくその前の年プレーがありますから、そういった意味ではこれはもう特にセーリングは神奈川が会場になって、サッカーもさっきの日産スタイルがありますけど、いずれにしてもそういったことでは海外の方たくさんお見えになる。ぜひ皆さん方のお気に入りの方もいらっしゃると思うから、そういった意味では神奈川の良さを自国にアピールしていただいて、いろいろあの神奈川のね、いろんなあのメニューを揃えておもてなしをしたいと思いますから、ぜひ皆さんそうした面では大いにアピールしていただければと思います。今日はあのいろんなプログラムがあるそうですので、ぜひ楽しんでください。本日ありがとうございます。はい、じゃあ次、留学生を代表して横浜地区中国人留学生学友会会長、ヨウシンさんです。じゃあヨウさんお願いします。お願いします。シンさん、皆さんこんばんは。こんばんは。私は横浜国立大学博士2年のヨウシンと申します。現在はそうすごいです、横浜地区中国留学生学友会の会長を務めています。この前ヨナファン TV に1回参加したこともあります。取材しに来たんですけど、ちょっと前に思った方がいいかなと思って、すいません。やっぱりおとなしいですね。さすが会長なんですよ。ボランティアのグループです。この地域に住んでいる中国人留学生を対象に中国語で生活と、そうです、ね、学習支援を行っていて、また留学生のこの地域の友好団体と交流を行って、日本社会を深く誘われたんですけど、理解し合うことを促進することを目指しています。昨年とかはちょっと新たなチャレンジとしては、イベントいっぱいありますよ。小中学校の留学生を対象に学習支援という授業を、活動を行っていて、本日はこのような機会をいただき本当にありがとうございました。みんなが集まって、もう水が立派だったんですけど、しかし今日は日本の交流会なので、私は留学生を代表し、この挨拶を申し上げるのはとても恐縮なので、今日は代表じゃなくて皆さんの留学生の先輩として、ちょっとこの6年くらい自分の留学経験とかを皆さんに少しシェアしたいなと考えています。まずはちょっと皆さんにお聞きしたいことがありまして、なぜ日本に来ましたか？ちょっと答えできる方はいらっしゃいますか？なぜ日本に来ましたか？なぜです、はい、どうぞ。もともと日本語専攻だったから、実はうちの会の面接では必ずこういう質問を聞きます。交換留学してて、もちろんみんなのお答えはそれぞれなんですけど、どちらの方に交換留学されたんですか？でもわからないと答える人がいなかったんです。近いですね。なぜかというと、みんなは思いと目標を持って日本に来ました。私もちょっと偉そうかもしれないですけど、自分の目をしてね、私もたくさんの理由で日本を選んできました。やはりその中で一番やりたいことは防災を勉強して日本に来ました。しかし日本語学校にいるときは大学院の内定をもらうために、この防災をやめようという、と思った時期もありました。ところが、そうですね、あんまり興味ない分野の研究計画書をどうしてもうまく書けなくて、スタジオを伝えし、理系でも、この友達も保全の分野に入りたいと考えて、今は文化系なので、防災のことを研究しています。本当に文化系も私にとっては、防災
の分野のこととか理系のこととかたくさんの複雑の算式があって、あのコンピューターのプログラミングとかもあってすごく辛かったんですけど、でもこれは新しいチャレンジも言えるではないでしょうかと考えて、ずっと続けて、防災を研究してきました。うん、思い出や、目標を達成するために楽しいことのみならず辛いことも待っています。そうですね、留学生もし諦めたいと思う時があったら、ぜひなぜ日本来るのを考えてみて、自分の初心を思い出して自分にやりたいことを見つけて困難を乗り越えましょう。また皆様は日本を選んだ理由というのは、きっと日本は綺麗なところで、緑が多いという理由で、たくさん含まれていると思いますが、確かそうです。特に神奈川県ではとっても綺麗な場所で、海もあり山もあり、ね、自然はとても豊かです。それだけではなく人文歴史もとても豊富で、伝統的な鎌倉、未来都市の横浜、そのような都市から歴史して、ぜひそのような素晴らしいところで皆様と共に私も頑張りたいと考えています。最後は本日みんなと一緒に盛り上げましょう。これで、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。それでは続いてカンパに移ります。お手元のコップに飲み物入ってますか皆さん。カンパに入る、取りに行きましょう、取りに行きましょう。カンパのお発声は神奈川国際交流財団の高橋理事長にお願いします。高橋様ご登壇ください。みんなそうですね、立っていいですか。皆さんこんばんは。皆さんもちろん私初めてでしょう。国際交流財団っていう、この神奈川ファンクラブの運営を仰せつかってます。そういう財団なんですけど、そこの代表理事というか理事長をやってます。今日私こういう会談初めてなんですけど、非常に多彩なのにびっくりまずしましたね。それからこのなんて乾杯の挨拶もいきなり今日今来てやれって言われたんで、これも神奈川ファンクラブらしくていいなんですけど、あとは乾杯をジュースでやるっていうのは私初めての経験ですから、これもらしいなと思います。それでは今日の会非常にいいや楽しいものになるように乾杯したいと思います。吉川さんのようにいろんな言葉で言いたいんですけど分かんないんで、日本語で乾杯と言いますので、皆さん一緒に乾杯と言ってください。それでは乾杯。どうもありがとうございました。頑張っていきましょう、今日も。ありがとうございました。あんまりないですね。こんな盛大なパーティーはない。美食パーティー。かけて食べます。あります。学校のやつですよね。そうですね。なんか月見の会とか。なあります。あ、水木。水木の会らしいって名前。ああ。ええー。まあありますね。あれだったら。今年もいろいろな事業を実施していきました。その人何味でした。ここで授業に参加した多分砂が入っているのか、ちょっとチーズですか、ね、こっちは味でします。はい、じゃあどうぞ皆さんこちらも注目してください。はい、何かされるんですか。はい、神奈川国際ファンクラブではさまざまな事業を行っているというのは、先ほどアナウンスでもまたビデオも流れていたと思うんですけど、就職支援というのもやっています。それ一回参加したことありますね。セミナーなども行っているんですけれども、今日はソロさんにいただきました。ボランティアたちが指導してくれて、
例えばバイト先探すときは料理運んだりとか、ホールの仕事よりコンビニ方がいい。なぜかというと、商品、どういう商品が売ってるかどうか確認できるし、もし将来就職するなら商品会社、メーカー会社とかも役に立つ。そうですね、全然知らなかった。料理屋さん、給料や、給料はコンビニよりいいんじゃない。そうです、そうですよ。でもそっちの方がためになる。そうそう、役に立つ。この研究センターに、そこには留学生をしている方もいらっしゃって、で、臨床の検索とか面接の練習はそこの方に教えていただいて、でその後に面接に行ったような感じです。それあとは例えば中国人ですと、なんかボランティアがやってる方、例えば中国留学援護会とか、あと学校の先生とかに教えていただき、その後に面接行った方がいいと思います。で最後には体調管理かなと思います。なるほど、最後は体調管理ということで、この中でも、日本であるいは神奈川で就職したいと思っている留学生もたくさん来ていると思うんですけど、何か皆さんに一言メッセージはありますか？大丈夫です、簡単だと思います、頑張れ。心強いですね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、保健福祉大学の孫さんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。そうそう、早めに準備する。確かにそっちの方がいいんですけどね。そうそうそう。続いては、サポート会員と言ってるんですけれども、留学生の皆さんに、何か困ったりしたら協力してくださったりする日本人側のサポート会員ですけれども、海老名国際交流の会の、代表でいらっしゃいます石黒様にちょっと一言いただきたいと思います。石黒さん、前の方にどうぞ。ドレッシング少なかったですかね。少ない下ら辺全然多分、先ほど理事長からも突然今日言われてって話だったんですけれども、すいません、急にお願いしてしまいました。こんにちは、海老名国際交流の会っていうところ代表をやっております石黒と申します。海老名、皆さんご存知でしょうか？あんまり知らないかな。はい、知ってますね。海老名知ってる人、知ってるクラスいましたね。神奈川県、ちょっとここは横浜海側ですけども、ちょっと山の方に向かって、ちょっと行くと海老名というところがあります。つい最近はララポート海老名っていうのもできましたから、非常に賑やかになってます。で非常に自然にも恵まれたところなんで、研修生や留学生に海老名に来ていただいて、いろいろと日本の文化を体験していただいたり、からバーベキューやったりピクニックに行ったり、から茶道体験をしたりということでですね、一応いろんな日本の文化も理解してもらったり、逆に、研修生や留学生からそれぞれのお国のいろんな文化、歌、ダンス、そういったものもですね、教えてもらったりして、各国の文化を理解しながらみんなと仲良くなりましょうということで、今まで、そうですね、先ほどの80何カ国って言いましたけど、海老名国際交流の会では47カ国の方々と今までお付き合いをさせてきていただいてます。で特に、来ていただいた方はですね、神奈川県の皆さんみんな親切なんだけれども、海老名の人が一番親切だとこう言ってもらっておりますので、ぜひ皆さん、ね、横浜も負けてないと思います。私もいろいろやってますので参加していただくと嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。石黒様でした。それでは参加も OK です。始まりますかね。そうそう、楽しみですね。トップバッターは神奈川県海外技術研修で異文化を体験できる8名の皆さん、グループ名は花による合唱 We are the world ベイビーハウス。お願いします。とか見たらどの国がわかんないよね。鳥肌立ちましたよ、本当にすごくて。皆さんこんばんは、誘っていただきありがとうございます。アクティブスネームイエスリンバウ、So let's start、始めましょう。見えますかね。
向こうブリタニーデーまで Somehow we soon make a change We are all about us Can't be friends And the truth You know love is all we need We are the one We are the childrenどういう動機で。そうですよね、私は本当に防災を勉強したいの。防災です。そうです、日本に来ました。2回防災に来たことあります。2回くらい。あ、そうです、そうですよね。最初はその前の年、2014年の時は学業界の活動で、防災についてはまた、留学生の生活に関しているいろいろ情報を伝えるそのような講座があって、あそこをちょっと防災の話をみんなどうやって、災害があったら、地震があったらどうやって、自分を守るそういう話をしました。その後は、今年の4月の時、新しい、入学生のためにもう一回そういうような大体同じような内容のものをやりました。あ、はいはい、そういうことは大事ですよね。そうですね、災害の時。そうですよね、特に日本は災害が多い国なので、留学生の皆さんはほとんどそのなんか災害経験がまず少なくて、そうして、地震があったらどうしたらいいですか、全然わからないから、まあ、防災についてはすごく自分は興味があって、まあ、ぜひそういう自分が学んだものをみんなにお伝えしたいと考えて。素晴らしい。昔遊牧民で、ダンスには自然を表してる動きが結構多いです、はい、でこれから一緒に踊っていきましょう。皆さんも一緒に、皆さんもご一緒にどうぞ。おいじゃらにいったかね。Қаражорға ойнаңдар, қой десе де қоймаңдар, қош жүректің шаттығын, дәл солай тойлаңдар, келе бермес таңғайға. Нацино ататакай казе. Қандай ғажап күлуім, сұрқылдасын саусағын, бұлқылдасын бұғынын, ана отырған бой жеткен, сүйкімдеді ойнеткен, талайлаған жүгеттің. でこれから皆さんと肩を動かして、両肩を動かしましょう。こんな感じで両手入れましょう。Thank you.
ったらまた取りに行きましょう。そうレモンしか残ってない。鳥が人気ですね。そうですね。え、早い。え、さっきいっぱい撮るべきでしたね。これ1曲目ですね。そうですね。はい、スウェーデンの方でした。楽しんでくださいね。あとフランスの人もいますか？フランスの人。フランス。いたら声かけてくださいね。今名前言ってない国の人。インドネシア。さっき歌う。あ、マレーシアね。インドネシア、マレーシアとかいろいろ出てきましたからね。さっきそこでね、歌を歌ってくれた。どちらの国？スペナに今日はスペナ。次アフリカのベジ。はいはい。それじゃあ、こちらの方に皆さん注目してください。この後はカナファン TV の方でインタビューを取ります。はい、はい、チョウさん。はい、チョウです。皆さんこんばんは。それでは今カザフスタン出身のジャナルさんをインタビューさせていただきます。ジャナルさんこんばんは。さっきすごい完璧なパフォーマンスやってくれましたので、どういう舞踊ですか？今日は皆さんにカマジャイとカラジョルガという2つのダンスを踊りました。最初はカマジャイというのは女性の名前で、女性の美しさを表す、なんか男の人がなんか語っているダンスです。で、2番目はカラジョルガというのは黒馬というダンスです。で、それはカザフスタンは昔遊牧民だったから、その自然とか馬に乗ってる動きがあるダンスです。少し簡単なダンスとか教えていただけますかね？で、カラジョルガは男性と女性の動きがありますから、最初は男性の動きからやります。これ男性ですか？すいません。男性の動きです。女性の方は美しいですね。ありがとうございました。それでは中国出身の陳さんから一言言ってください。今日はどういう感想ですか？まだ途中なんですけど。今日すごく楽しかったで、いろんな方と話しかけたり、食事も結構おいしいんで結構楽しんでます。本当にもうこういう場面がありましてありがとうと思います。チンさんはどういうきっかけでカナファンクラブに加入しましたか？私は、横浜国立大学に入学した時にちょうどそういう留学生のイベントがあって、でその中に、カナファンの方も一緒に参加して話してかけてくれて、まあ、いかがですかカナファンに加入するのは。でそれをきっかけとしてカナファンに、一応会員として加入して、まあ、すごくいろんな楽しいイベントもあるので
結構今も充実しております。ありがとうございます。今日はどういう感じですか？あ、今日は、とっても楽しいです。留学生たくさん国から来てますよね。そうですね、はい。私は生まれて初めて会ったなという国の人もいます、この会場に。だから今日ここに来ていろんな国の人と会えてよかったなと思ってます。であとジャンナルさんの踊りはねとっても良かったですけど、ちょっと私気恥ずかしいので踊れなかった。ちょっと練習はしたんですけどね、今度また練習したいなと思います。去年もいましたよね。いましたね、司会をね。そうですね、覚えてます。去年と今年比べてどんな違うか。留学生の仕事は、毎年ほら大学から大学院に行く人とか、ね、就職する人とか、あとは引っ越しする人とかいろいろいるので、たまたま神奈川県にいるときにこのプログラムに参加したというね、留学生の人生の中の一部分をここで一緒に ね立っていただいて嬉しいと思います。ありがとうございます。この2人の方は私横浜国立大学のお友達なんですけれども、韓国のセジョン大学という方から交換留学で来られている方々ですね。それではちょっとインタビューをしていこうと思いますね。はい、まずお名前お聞きしてもよろしいですか？はい、私は韓国から来たチェ・ヨンファンと申します。韓国から来ましたイーサンイーと申します。私これ終わった後に韓国料理食べに行くんですけどおすすめありますかね？今日のようになんか寒い日は私がおすすめするのはビビンバ。ビビンバ大好きです。ビビンバ熱いんでしょ？暖かいですね。美味しいじゃん。あ、今はよく分かんないけど、さっき雨降ってたので、雨降る日はやっぱりマッコリとシジミですよね。どのようなきっかけで今回日本に交換留学に来たんですかね？あ、私の場合は韓国で専攻が日本語教育で、韓国で日本語を勉強することはやっぱりなんか限界があるっていうか、確かになんか日本に来て本場で日本語を勉強することが自分に役に立つと思って交換留学を決めました。私も一緒にセジョン大学の学生なんですけど、専攻が日本語で、やっぱりなんかセジョン大学で横国で1年間交換留学できる機会があってで来ました。はい、ありがとうございました。この髪型かっこいいですね。じゃあそれでは、はいはい、チョさんここにね、またどうぞ。はい、ネパールから来た留学生が3人来ていますので、あ、よろしくお願いします。はい、どうして、ナマステ、こんにちは、こんばんは。こんばんはの意味ですか？どこから来ましたか？ネパールから。ネパールです。今日本にどのぐらいいましたか？今私は10月に来ました。今年の10月、はい。じゃあ来たばかりですよね。日本語上手ですね。今日本語の勉強しています。私はリザル・ラメス、ラメさん、はい。アイル、オミル、ウサリル、コファレル。長いですね。よろしくお願いします。皆さんどういう勉強なさってますか？今どういう勉強してますか？日本語の勉強してます。はい、難しいですか？面白いです。面白い。
難しい。じゃあでもね、今日来ているとアザンアザンアイクマンチャル喋るじゃん、ポンチャリ今日来てる人はみんな日本語喋ってるから、ね、頑張って勉強したらあの人たちとか他の人たちみたいに上手になれます。頑張ってください。お互いに頑張ってください。はい、じゃあ一緒に頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。はい、ネパールのまた来たばっかりのね留学生でした。はい、じゃあちょっとここでですね、マイクは向こうのサイさんに戻したいと思うんですけど、いいですか？はい、サイさん、サイさんいいですか？はい、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後のパフォーマンスになります。石橋光さんです。せーの、ありがとう。ちょっと自分の声が大きいので一回外れて歌います。せーの、ありがとう。まだお話ししてる声のが大きい気がしますね。歌ってる方ぜひ大きな声で、せーの、ありがとう、ありがとう、もっとありがとう、全員でありがとう。今日はこのありがとうのメロディーでみんなで一つの曲を作って最高の思い出を作りたいと思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。徐々に大きくなってますね。ありがとう、ありがとう、もっとありがとう、ありがとう。Thank you.
A 社は横浜八景島の水族館入館券をペアで3名に。さあ最後の抽選です。注目してください。あ、石本さん少しを引いてください。112番のアヌガイ・ゴクルさん、ネパールの方です。おめでとうございます。外国人と一緒になんか課題があったんですけど、話しかけた？はい、話しかけて。おお、すごい。すごい、すごい。はい。女の子ですか？あら。いや、それはね、いや、そういう人ではなかったです。はい。はい。泣いてますよ。はい、今な中継。彼女いますか？いや、それは本当に。いないんです。はい。欲しいんですか？欲しいですか？募集中。それは本当に。もうそうですね。もう日本に来てどのくらいになりますか？まあ、半年ぐらいですね。はい、あと今学期終わったら交換入学終わっちゃいますからね。はい、そうですね。じゃあ頑張んないとじゃないですか。まあ頑張りますよ、頑張りますよ、本当に。そう、はい、ぜひこういう機会とかでね。そう、はい、可愛い子とかいっぱいいるんで。はい、はい、そういう目的。人気ですもんね。人気です。韓国の子はね、すごく人気じゃないですか、最近。
すごいかっこいいし。そうだね。いや、それはそうなんですけど。それはそうなんですけど。記念写真です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。いろいろ。はい、いろいろ。はい、皆さん、写真撮りますので、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、それでは、集合写真撮りますね。行きましょう。この辺皆さん顔見えてますか？じゃあいいですか？自分の前に頭が当たる人は絶対入んないですからね。自分で頑張ってください。いきますよ。何枚か撮ります。はい、いきますよ。皆さん笑顔がないとこのシャッター押せないのでね、あ、撮っておけば笑顔で、あ、押しちゃったね、これ。すいません、ちょっと音楽を少し下げてもらっていいですか？はい、行きまーす。あ、ポーズ聞いても大丈夫ですか？ありがとう。はい、行きまーす。あの、すみません、もう一人あのプロフェッショナルのカメラマンが撮りますので。これもバンク共通なんだね。ちょっと待ってください。先ほどお話した神奈川県よりのお土産としてこちらのロンドバッグ、あの入り口のところに配布しますので、お帰りの際にぜひ持って帰ってください。ありがとうございます。本当にありがとうございました。じゃあ皆さん今日お疲れ様でした。もう私たち何もしてないですけど、本当司会者大変ご苦労さんもありました。いやでもずっと今年なんか、はい、あの2人の顔がずっとそのスクリーンの下にあるんですよね。今日あの去年はなかったんですけど、今初めて知りました。あ、そうですか。そう、去年なかったんです。知らなかったんですよ。やだ。すごく2人が楽しいです。楽しく食べてました。食べてました。おかげさまで順調に食べてたので。私もあのサンドイッチいっぱい食べました。あのイッチ美味しかったじゃないですか。ね。はい、今年と去年は何か違いがありますか？今年と去年の違いだと、去年知事が来て、あ、黒岩知事ですね。そうそう、あの副知事が来られたので、人も雰囲気は一緒ぐらいですよね。盛り上がって、あのこう世界各国の留学生たちが来られて、なんかこれからもどんどん入ってもっと盛大な交流会ができるのをうちの飲んでいますので、はい、こういうイベントは毎年2回やりますので、ぜひ来年も3回です。すいません。はい、来年もぜひ参加して来てください。ぜひ、はい、待っております。大歓迎ですので。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。